まもなく試合再開となります。後半は昌栄ブリザーズのキックオフで試合再開となります。キックオフを務めますキックオフキッカーは98番の永瀬、近畿大学出身です。対しまして大阪ガスリターナーは6番と9番が配置されました。6番は川上、桃山学院大学のルーキー、9番は篠崎、本日90ヤードのビッグランタッチダウンを決めました篠崎、大阪教育大学が入っております。リターン空いている、ナイスリターン。リターンは9番篠崎、左サイドエンゲージを左サイドエンゲージを駆け上がり一気に独走、相手陣に入ったところからの攻撃権を得ました。大阪ガス相手陣42ヤードからの攻撃となります。篠崎俊博選手、約50ヤードのリターン。大阪ガススパンクス敵陣42ヤード付近よりファーストアウト。相手陣42ヤードからファーストアウト。これは翔英ナイスディフェンス。大阪ガススパンクスワイドレシーバー9番篠崎俊博選手のキャリア9番ハンドフォークで中央突破を図りました。しかしこれを翔英97番が対応しまして、このランプレー、ゲインなしとしております。翔英ブレイザーズ98番永瀬太一選手のタックルでノーゲイン。タックルしましたのは翔英の98番の永瀬でした。近畿大学出身、大阪ガスセカンドダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでクォーターバック中央付近にパスを通しました。ターゲットは10番でしたが、このディフェンス、ここで激しいディフェンスに遭いましてパス不成功となっています。レフリータイムアウト、負傷者によるタイムアウトを取ります。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。試合再開です。大阪ガスサーダウンテン、さあドロープレイによる突破を図ります。キャリア34番タックルを受けながら前進しておりますが、わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。9ヤードのゲイン。大阪ガススパンクス34番は辰馬、大阪体育大学出身です。大阪ガスフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、1ヤード前進できないと攻守交代です。フォースダウンギャンブル。さあここで中央のアンプレーは翔英ナイスディフェンス。このランプレーノーゲイ、4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー、ここで攻守交代。レフリータイムアウト。大阪ガスここで勢いに乗ってフォースダウンギャンブルにより一気に得点をアイアンとするギャンブルに出ました。しかしこれを翔英見事なディフェンスによりこのランプレー阻止し、4回目の攻撃失敗に変えました。攻守交代となります。ランプレーでしたが、翔英ブレイザーズラインバッカー40番ムクキ安高選手のタックルで見事なタックルをしましたが、翔英40番のムクキでした。近畿大学出身、攻撃権は翔英ブレイザーズへ移ります。さあ攻守があります。
ショーエー自転34ヤードからファーストダウン10。34ヤードよりファーストダウン10。ナイスラーファーストクォーターバック2番、ここでクォーターバックドロ ー, 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 ーパスに見せかけ、そこから自ら中央突破しまして攻撃権更新としています。これにより攻撃権更新になりまして、ショーエファーストダウンと変わりました。ここでレフェリータイムアウト、勝者発生のためレフェリータイムアウトが入っております。先ほどのプレー、ショーエブレイザーズクォーターバック2番山西タスク選手の中央ランプレーにより11ヤードのゲイン、ファーストダウンを獲得しています。自陣45ヤードよりファーストダウン10。さあ試合再開となります。ショーエー自陣45ヤードからファーストダウン10。ショーエー何枠ハンドオフを受けて中央突破がありました。キャリア28番、タックル受けながら約2ヤードのゲインを果たしております。反応が早く、キャリア28番は佐藤止めております。翔英セカンドダウン8、ボールオンは自陣47ヤード。さあ再び中央へダウンプレー、密集点を作るように中央突破を図りました。28番佐藤和樹選手の中央ランプレー、キャリア26番、中央突破を図りまして約3ヤードのゲイン。キャリア26番は金子です。近畿大学出身。サードダウン、ここでファールマーカー、反則があった模様です。さあこのプレーの判定を待ちます。イエローフラッグも出ております。番金子宗也選手の中央プレー、しかしファールがあった模様です。アンスポーツマン、デッドボールファール。アンスポーツマン、ライトコンタクト。ボールデッド中に選手を引き剥がしたという反則です。大阪ガス52番。反則は大阪ガスに反則がありました。15ヤードのペナルティでファーストダウンです。先ほどのプレー、ボールをファンブルが発生していました。ファンブルをしたボールはどちらが押さえても構いません。押さえたのは大阪ガスでした。したがって攻守交代です。ターンオーバー。ここでボールを押さえたのは、その際に大阪ガスに反則がありましたが、アンスポーツマンライフコンタクト、不正なスポーツマンらしくない行為を働きましたが、しかしこの反則、15ヤード凡退しまして攻守交代という形になります。したがいまして攻守は交代です。ターンオーバー。大阪ガススカンクスは15ヤード下がってのファーストダウン10。翔英
中央のランプレーにより攻撃権更新を図りましたが、ここでボールをファンブルしました。それを見事奪い取って大阪ガスの攻撃に変わります。大阪ガス自陣32ヤードからファーストダウン10。大阪ガススカンクス自陣32ヤードよりファーストダウン10。クォーターバック15番ハンドオフウェイから自らキープを図りました。しかしこれは翔英のディフェンス陣集まりよく1ヤードロスに変わっています。翔英ブレイザーズ98番、クォーターバックは15番の真柴に変わっております。大阪体育大学出身、大阪ガススパンクスセカンドダウン。大阪ガスセカンドダウン11、ボールオン自陣31ヤード。ここでランニーバック9番にボールを託し、左のオープンのスイープレーを図りました。しかしこの篠崎の走りを警戒し、ディフェンスが殺到、約2ヤードロスに変えています。1ヤードのロス。大阪のセスカンクスサードダウン。大阪ガスサードダウン12、ボールダウン自陣30ヤード。ナイスパスカット、インコンプリート、パスは成功。大阪ガススカンクス、クォーターバック15番プレッシャーかわしながら左に流れてパスを投じようとしましたが、これを見事に翔英98番がパスカット、パス不成功に変え、フォースダウンと変えます。パスカットしましたのは98番の永瀬でした。近畿大学出身。大阪ガスフォースダウン12、パントフォーメーション。このパントは翔英陣35ヤード付近でボールデッドとなり、攻守交代となります。パンター3番高森亮介選手パントを蹴り攻撃権を放棄。攻撃権は翔英ブレイザーズに移ります。篠崎選手、確かに1対1素晴らしいスピードと強さを見せております。翔英ブレイザーズ35ヤードよりファーストダウン10。翔英自陣35ヤードからファーストダウン10。左枠29番左オープンをつきまして約4ヤードのゲイン。左オープンプレイ4ヤードのゲイン。翔英ブレイザーズセカンドダウン。翔英自陣39ヤードからセカンドダウン6。さあ今度は中央へのランプレーで展開突破を図ります。このランプレー、味方をオフェンスラインのブロックもよく約5ヤードのゲインと書いています。柏原達也選手のキャリア29番は柏原でした。近畿大学出身。残り1ヤード。翔英ブレイザーズサードダウン。翔英自陣44ヤードからサードダウン残り1ヤード。タッチダウン。
翔英、ここでランプライによる突破を図りました。しかしここでボールをファンブル、そのファンブルしたボールを2、大阪ガス24番号を抑え、そのまま一気に独走、相手エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。大阪ガスファンブルリカバータッチダウンに6点獲得となりました。エンドゾーンへ突っ込みました。よってタッチダウン。大阪ガススカンクス6点を追加。大阪ガストライフォーポイント。ツーポイント成功。ここでスナップを乱れましたが、オルダー15番、そこからボールを持って右に展開、そしてそこからパスを投じまして、レシーバー13番がキャッチしてエンドゾーンに入って2ポイント獲得。キックではなくボールをエンドゾーンに持ち込むことにより、大阪ガススカンクス36点を取りました。翔英ブラザーズ7点、先ほどタッチダウンポイントと合わせまして9点追加しております。失礼いたしました、8点を追加しています。先ほどのタッチダウンを上げましたのは、リターンタッチダウンを上げましたのは24番の渡辺、大阪体育大学出身。そして先ほど2ポイントコンバージョンを決めまして、パスを通したのはホルダー15番の大島、取りました13番安田のコンビでした。ともに関西大学出身。さあ一気に8点を挙げる形に成功しました。大阪ガスカンクスキックオフにより試合再開です。翔英リターンに入りました。さあまだ走っています。相手タックルかわしながらリターナー33番、自陣35ヤード付近の攻撃を得ました。大阪ガススタンクスのキックオフボール、翔英ブレイザーズ30リターナー33番中川雄介選手、約20ヤードのリターン。翔英自陣36ヤードからファーストダウン10、自陣36ヤードよりファーストダウン10。ここでホイッスル、デッドボールファウル、ディレイオブゲーム、オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、5ヤードのペナルティーでファーストダウンを繰り返します。プレーを始めるまでの制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜体となります。前のプレーの終了から規定時間内にプレーを開始しなかったという反則で、翔英ブレイザーズメッセージありがとうございます。ファーストダウンをやり直します。アネゴリ TV 様、実力だけなく運、確かに今勢いという点で大阪ガスに運が味方している感もあります。ブレイザーズ自陣31ヤードよりファーストダウン10、翔英5ヤード下がりまして自陣31ヤードからファーストダウン15。パス成功。クォーターバック38番ランフェイクからライトエンド5番にパスを通しまして、約4ヤードのゲインとしています。パスを投じました。クォーターバック38番は永田、近畿大学出身。取りました。タイトエンド5番は辻井、近畿大学出身です。翔英自陣35ヤードからセカンドダウン11。ここでドラープレーを挟みます。パスの裏を突くように中央突破をしまして、キャリア26番、約5ヤードの5ヤード失礼約6ヤードのゲインとして5ヤードのゲインとしています。ファースト獲得まで残り6ヤード。キャリア26番は金子、近畿大学出身。翔英サーダン6、ボールオンは自陣40ヤード。不成功。ここでクォーターバック38番、パス
パスを投じようとしましたが、このパスを大阪ガスがパスカット、パス不成功によりフォースダウンに変わります。ショーエブレイザーズフォースダウン。ショーエフォースダウン6でパンツフォーメーションを選択します。このバントは大阪ガス陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。攻守交代です。ファンタ16番高橋大輝選手ファントを蹴り攻撃権を放棄。大阪ガススタンクスへ攻撃権が移ります。大阪ガススタンクス自陣19ヤードよりファーストダウン10。大阪ガス自陣19ヤードからファーストダウン10。パス成功。大阪ガススタンクス交代枠15番ワイドレシーバー88番にパスを通しまして約6ヤードのゲイン、5ヤードのゲイン。大阪ガススタンクスセカンドダウン。大阪ガスセカンドダウン4ボールオン自陣25ヤード。さあここでドロープレーを挟みます。大阪ガススタンクスランニングバック34番、キャリア34番中央ドロップを分かりまして約2ヤードのゲイン。キャリア34番は立場、大阪体育大学出身。ファースター獲得まで残り2ヤード。攻撃権更新ファースター。ここで大阪ガスは手前にいたワイドレシーバーにパスを通しまして攻撃権更新です。大阪ガスファースター林秀則選手のパスが成功しファースターを獲得。エッツー様コメントありがとうございます。ミスが多いというよりは翔英の方に動揺が走っているという感が見受けられます。さあランプレー左オープンへ展開。キャリア9番ハンドオフを受けて左オープンにカットバックを切り約4ヤードのゲインとしています。キャリア9番は篠崎大阪教育大学出身。大阪ガススタンクスセカンドダウン。大阪ガスセカンドダウン5。28番オプションプレーのピッチを受けて北川君に展開、見事攻撃権更新を果たしました。大阪ガスファースター28番北川武秀選手の左オープンプレーファースターを獲得。攻撃権更新を果たしました。ランニングバック28番は北沢鳥取大学出身。大阪ガススタンクス自陣43ヤードよりファースダウン10。大阪ガス自陣43ヤードからファースダウン10。さあこのパスはどうだ。パスインコンプリート、パス不成功、パス不成功です。クォーターバック15番プレッシャーかわして右ロールアウトからパスを投じましたがこのパスはショート、パス不成功でセカンドダウンに変わります。篠原様応援メッセージありがとうございます。翔英頑張れ、
現在苦境にあります翔英、なんとか打開を図っていただきたいと思っております。この声援届くことを願っております。大阪ガスセカンドアウト、さあここで内側に走り込んできたモーションのワイドレシーバー1番にしゃべります。1番キャッチアンドランで約4ヤードのゲインとしています。左オープンプレー4ヤードのゲイン、先ほどのキャッチアンドランしましたワイドレシーバー1番はコー、江南大学出身。大阪ガス監督サードダウン、大阪ガスサードダウン6、ボールオン自陣47ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。15番ワイドレシーバー11番にパスを投じました。11番これをキャッチしようとしましたが、翔英のディフェンスのカバーによりましてパス不成功に終わっております。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。友永様、運営配信チームのすべての方々に応援、ありがとうございますとのメッセージ、大変光栄に思います。ぜひこの熱戦ご注目ください。 ABC 様も翔英のメッセージありがとうございます。さあこのパントリターンに入ろうとしていますが、大阪ガスのカバーがよく、このここで攻守交代、大阪ガス監督ボスターの攻撃、14ヤードの位置での攻守交代となります。攻撃権は翔英ブレイザーズに移ります。翔英ブレイザーズ自陣14ヤードよりファーストダウン10。さあ攻守変わりまして翔英の攻撃に変わります。ボールオン自陣14ヤードの位置から翔英ファーストダウン10。さあここでいった、パス不成功、ここで翔英スペシャルプレー、モーションに入ったワイドレシーバー16番にトスをし、そこから16番ロングパス、ターゲット6番のロングパスでしたが、これを大阪ガス8番が見事にパスカットし、パス不成功に変えました。大阪ガス8番は田中、大阪学院大学出身。身長向上168センチの小兵がここで素晴らしいプレーを見せました。さあ中央へのランプレーで今度は突破を図ります。ブレイザーズランニングバック29番柏原拓也選手の中央ランプレー、2周点をつきまして約5ヤードのゲインとしています。4ヤード、翔英ブレイザーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。第3クォーター終了、クォータータイムです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、第3クォーター終了、大阪スカンクス36点、翔英ブレイザーズ7点、公式方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。西日本 B ブロック入れ替え戦。